いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2018年モデルメルセデス AMG GLC43 をご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに数箇所線傷があり、左のフロントフェンダーに数箇所小さな傷と、フロントガラスから A ピラー部分にかけて傷があり、右リアのドアパネル部分に数箇所傷がございます。左リアのドアパネル部分に同じく数箇所傷と、右のリアフェンダーに小さな傷がございます。走行距離に関しましては約6000キロと低走行なお車です。外装色はオブシディアンブラック、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。メルセデス・ベンツの GLC クラスをベースに AMG 専用チューニングが施されたハイパフォーマンスモデル GLC43 でございます。エクステリア、インテリアともに数多くの専用装備が施され、よりスポーティーに仕上がった1台です。またパノラミックスライディングルーフや前席後席のシートヒーターをはじめとするメルセデス・ベンツらしい快適装備も充実しております。ヘッドライトには LED ヘッドライトが標準装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては3リッター V6 ツインターボエンジンが搭載され、最高出力は367馬力を発揮します。アルミホイルは純正のマルチスポーク20インチアルミホイルが装着されております。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトも LED が採用されており、デザイン性視認性ともに優れております。またマフラーに関しましては4本出しのマフラーが装備されておりますので、 GLC43 らしい力強いサウンドをお楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。 GLC クラスでございますので、トランク全体十分な容量確保しており、このようにスーツケースを収納することが可能です。また後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジンを始動していきます。ETC カードが挿入されていません。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。またアダプティブクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラと360度のカメラが装備されております。フロント両席、シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。シフトに関しましては9速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードはダイナミックセレクトが装備されておりますので、センターのスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。また AMG ライドコントロールサスペンションも搭載されておりますので、こちらも3段階での切り替えが可能となっております。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。スペースも広々と確保されておりますし、後部座席にもシートヒーターが備わっております。またスピーカーはブルメスター製のスピーカーが装備されておりますので、後部座席の方もゆったりとドライブをお楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2018年モデルメルセデス AMG GLC43 をご紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約6000キロと非常に低走行なお車です。弊社でも高い人気の GLC43 でございます。367馬力を発揮するエンジンに9速のオートマチックシフトが組み合わされておりますので、 SUV モデルではございますが軽快なスポーツ走行をお楽しみいただけます。またレーダーセーフティーパッケージも装備されておりますので、安心安全にドライブをお楽しみいただける1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。